かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。東京女子流です。はい、小西アナです。はい、山部美優です。はい、新井ひとみです。はい、中井ゆりです。はい、庄司芽衣です。今回の衣装のポイントは、このスカートがすごくボリューミーなところボリューミーです。すごいよね、うん、もう撮る時撮れないもんね。ぶつかっちゃって、なんかすごいすごい。並ぶ時とかもなんか寄ってくださいって言われたりするんですけど、その時とかあのぶつかっちゃって、ね、ごめんごめんみたいな感じで、はい、あのそれとあと髪飾りバラ、が紫と黒のバラが3個3個3つついてる、あと手にもバラがついています、はい、ちょっと悪い小悪魔的な感じがしますね。はい、はい、ライブの楽屋に必ず置いてあるものは、やっぱりその喉を出すようにしないといけないから、乾燥しちゃうダメ。ライブ前に必ず飲むあの魔法のドリンクがあるんですよね。はい、はいはい、それを絶対楽屋に置いています。はい、温かいものです。はい、5月には女子流初のファーストジャパンツアーがあり、そして5月4日には女子流のファーストアルバム鼓動の秘密が発売されます。コースタクの聴きどころは、やっぱりライブで歌ったことのない曲がたくさん入ってたり、あと新しい曲が3曲ぐらい入ってるので、全部すごい、なんて言ったろう、女子流初のバラードとか、あとデビュー曲キラリから全部が入ってるので、ぜひ皆さん楽しく聴いてください。そして6月からは定期ライブを再開させてもらいます。はい、そして2010年1月1日には私たちのファンクラブアストライトができました。はい、これは日替わりムービーとかライブの先行予約とか直しさんのブログだったりいっぱいあるので、しかも無料です。皆さん入ってください。お願いします。そしてあの中国語バージョンの同じ気持ちの中国語バージョンのレコーディングが終わって、アルバムに入ってて、ぜひ中国で何かあれば呼んでください。お願いします。行きたい。東京女子流でした。バイバーイ。バイバーイ。